むむむ。お姉ちゃん、真面目な顔をしてどうしたの？ほら、うちも立派な YouTuber やないか。そだね。でな、この前、自分のチャンネル名を貼っている車を見かけたんよ。ほんで、うちらの車にも貼ってみようと思ってな、作ってるんや。これは、因縁のラファールだね。せやで。名付けて、排水の陣や。もう4期目やからな。ミグワンセブンのバージョンや、アルバトロスのバージョンも作ったんやけど。一旦これで行くで。ほな、カットしてみよか。この機械、もともとはペーパークラフト切り出すのに、買った記憶があるで。そうだね。その後、ラジコンカーのボディのデカール、ラジコン飛行機の塗装用マスキングテープとか、頻度は少ないけど大活躍だね。カッティングシート以外も切れるから、おすすめやで。欠点はうるさいことかな。当時、削岩機とか言われてたからな。早速貼ってみたで。結構うまくできたんやないか？入っている気泡は、2週間ほどで勝手に抜けるのでご安心ください。まあ、デカールの機体が他に変わっていたら、つまりそういうことなんやで。まあ、見かけたらよろしく頼むで。よろしくお願いします。ほな、高評価をよろしくな。チャンネル登録もお願いします。ほや、またな。